2019年、登壇イベントにて、平沢忠は、日本のアニメーションプロデューサー。アーチ株式会社代表取締役、株式会社グラフィニカ代表取締役社長、株式会社ヤマトワークス取締役。過去のプロデュース作品は、猫がくれた、まあるい幸せ、ID-0、ブブキ、ブランキ、モンストアニメ、彼女と彼女の猫。 エブリシング・フローズ・マイナス、ウルトラ・スーパー・アニメ・タイム、水星のガルマンティア、リンネのラグランジェなど、東京都三鷹市出身、駒場東方中、高等学校を経て、早稲田大学法学部卒業。中学時代からずっとアニメ業界には興味を持っていた。高校生の時にアニメーターとして働けないかなと思い、絵を描くことに挑戦したが、 絶望的に絵が下手で絵を描くこととは違う方法で、アニメ業界に入れないかなと考えているうちに、受験のタイミングが来たので、大学を受験し、早稲田大学の法学部に進学。大学2年の秋に3年生、4年生で履修する、ゼミを選ぶことになり、著作権法、特許法をメインとしたゼミを選ぶ。著作権法、特許法の他に、商標法なども学び、 そのスキルをもとに就職活動に臨んだところ、バンダイビジュアルから内定を獲得し入社。商社やメーカーなどの企業にもエントリーをしており、内定を持っていたが、アニメ業界への道を選ぶ。バンダイビジュアル入社後は、海外営業部に配属。1年後に、半権管理部という著作権関連の部署に移動。2年間、バンダイビジュアルの関係する作品の契約書をすべて読んでいた。 入社4年目にして、制作委員会の蘇生、運営や DVD パッケージを企画、制作する制作部に移動。その後、アシスタントプロデューサーとして参加していた、広角機動隊 SAC セカンドギグをきっかけに、プロダクション IG へ転職。そこで、数多くのアニメ作品の制作に関わった後に、ウルトラスーパーピクチャーズに転職。3次元の企画開発。 プロデュースを担当する。モンスターストライク、ウルトラスーパーアニメタイムなどを手掛ける。2017年11月にアーチ株式会社を設立し独立。2019年4月より株式会社、グラフィニカ取締役にも就任。2019年12月株式会社ヤマトワークス、取締役に就任。2020年4月より株式会社グラフィニカ。 代表取締役に就任。アーチ株式会社では代表取締役社長から代表取締役へ。ありがとうございます。